Aleyha, welcome to my channel. We're gonna watch today Yuzuru Hanyu. Oh my god, we watch again Yuzuru Hanyu. 13 years since the Great East Japan Earthquake Dream collaboration with Mao Daichi at the ice show were very special. Anyway, let's check this. If you guys want more about please comment down below and let's go. 去年の秋はいはい羽生結弦さんはアイスショーのビジュアル撮影に臨みました。まずはメイク、メイクアップ。プロに転向してから写真集や広告など撮影の機会も増えたといいます。わあ、表現に何か勉強しながらやってたから。この日見つけたのは、Bro, it looks fantastic. 5年ほど前に作ったスケートの衣装。綺麗ですよね。でもちょっとずつ直したりはしてます。わあ。この曲は、ノッテステラータ。Bro, yeah, ノッテルステラータ。わあ、bro。羽生さんの代表的なプログラムです。Bro, that was a fantastic performance. I was a little bit check. 羽生さんは東日本大震災で被災。停電の暗闇の中で見た満天の星に希望を感じたといいます。います。わー。このノッテステラータ、What a jump. ふるさと被災地へ。Oh my God! ノッテステラータに故郷被災地への愛を込めました。だからこそアイスショーの名前もノッテステラータ。震災への思いを込めています。アイスショーノッテステラータが初めて行われたのは、That was meaningful, by the way. Nice. 黙祷。本人の強い希望で宮城県で開催されました。わあ。ショーでは羽生さん自身が座長を務め、あの日の思いを胸に舞いました。被災地から希望を伝えたい。3月の開催、3月11日に向けての開催っていうのがすごく僕にとっては意味の大きなものになっています。あの場所で滑れたことはすごく感慨深いものだったし、このショーは異業種のスペシャルゲストも見どころです。わー、What outfit? 去年のゲストは体操界のレジェンド内村航平さん。わー、ラー、オリンピックを連覇した金メダリストの2人が日本初となる体操とスケートのコラボレーションに挑みました。わあ。そして今回もスペシャルゲストが出演。去年12月初めての対面を前に羽生さんは、羽生です、フィギュアスケートやってます。まさかの自己紹介の練習、緊張気味の様子です。来、緊張する。そしてよろしくお願いいたします。初めまして、羽生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。自己紹介を終わりました。スペシャルゲストは大地真央さん。よろしくお願いいたします。わあ。大地さんは宝塚の元トップスター。わあ。数々のミュージカルや映画など第一線で幅広い活躍を続けています。 She is cute and beautiful. わあ。まさかお会いできるの。とんでもない、こちらこそです。よろしくお願いいたします。今回は羽生さんと大地さんが一つの演目で共演します。せっかくのコラボだからこその異色感は出したい。こういう羽生くんっていう、
俳優とスケーター、全く異なるジャンルの共演。羽生さんにはこんな思いがありました。多分僕がしたいようにするとすごくフィギュアになっちゃうと思うんですよ。なんかあフィギュアスケートだねって感じになっちゃって、で多分それダメなんですか。なんかなんて言えばいいかな、なんかせっかく大地さんがいらっしゃってるので、多分大地フィギュアの枠を超える新しい世界観を作り出したいと考えていました。うん、ここの盛り上がりのところはイナバーは使いたいよね。 Well, this is new, by the way. That content when he's skating one of the artist singing. 今回はスケートの振り付け師に加え、ミュージカル畑の振り付け師も参加。Nice jazz singer.多分割と無茶を言ってもらった方が楽しいです。やってて、大地さんに羽生さんの印象を聞いてみました。リンクの上のイメージしかなかったので、もっとこうピリピリしている方かなと。よく言われます。あ、本当？いや全然そんな感じなく、縮こまってそんな。いや本当に今はもうワクワクする気持ちが一番ですね。フィギュアスケートだけじゃなくて、やっぱり大地さんとのコラボレーションだからこそできる世界観みたいなもの、すごく楽しみではあります。わ、去年12月の深夜、コラボの振り付けがスタート。わ、まずは羽生さんが滑で滑るスケートの部分。It's practice. So how are you? アメリカに住む振付師とオンラインで進めます。シェーリーン・ボーン・トゥロックさん。わあ。羽生さんがオリンピックで金メダルを取ったフリー。生命の振付師です。And then move to the right when you fall down. Here, one. Yeah. It's more dramatic. 競技時代の振付では、自分の動きやすい振りをリクエストしたこともあった。しかし、今回はあえて自分が苦手な動きも組み込みました。うわ、いいズレだよ。自分にとって綺麗にできる動きじゃないっていうか、いい動きにどんどん近づいていければいいかなとは思います。そして2月、大地さんの振り付けもスタート。2人は現在それぞれ別々に猛練習中。本番直前に合わせるということです。まさか本当に、ましてや羽生さんとコラボなんて、羽生さんのまた新たな魅力をこう引っ張り出せるような、成長できるようにしたいなって、頑張ってYes! Nice! したいなとは思ってます。待ってます。 Let's check the other. お疲れ様です。練習することは頑張ってやってきたとは思ってるんで、また集中してみんな怪我のないように希望を感じながら滑り切れたらいいなと思ってます。リハーサルを前に意気込みを語った羽生結弦さん。出演するスケーターらと再会の喜びを分かち合いました。わ、そして羽生さんとかつて同じリンクで練習していたハビエル・フェルナンデスさんが対面で笑顔を見せました。その後準備を終えて、スケーターらと演技の流れなどを確認しました。このアイスショーは
13年前の東日本大震災で自身も被災した羽生さんたっての希望で宮城で開催され、被災地から希望を発信がテーマとなっています。やっぱみんなで滑るのは楽しいですね。13年が経とうとしてて、そこからまた命としての希望がどんどん紡がれていると思うので、なんかそういった者たちへの参加みたいなものもできたらいいなっていうの、うん、アイスショー羽生結弦のアイスショー、あさってから3日間宮城県で行われます。 Bro, that was a good news. Anyway guys, if you guys want more about him, please comment down below and take care of yourself guys. And bye bye.